はい、どうもリントです。今日はですね、ちょっと Facebook の方にはね、あとインスタかの方にはアップしてたんですけれども、電気毛布をね、導入したというところで、その電気毛布の、設置をね今しておりました。でプラス、前面をね、こうやって覆えるように今行っております。これね、もう上でくっついた状態になっていて、これそのまんま上にふっとかけるとね、はい、こんな感じで開けることができます。はい、今ちょっと雑にね片手でやったんであれですけども、両手でやればちゃんと上にね、乗っけておける状態になってるので、はい、基本はね上にまあカーテンみたいな感じでね開けた状態にしておいてっていうところで、まあこれは電気毛布じゃないんですけど、普通の毛布っていう感じで使ってます。で今横にね電気毛布は設置しました。はい、でまあどういう感じかっていうと、この字だね、1、2の3みたいな感じで、外側をね電気毛布で覆う形を取りました。でまあもともとねビニール横にも貼ってて、なんていうんですかね、ビニールハウスじゃないですけど、そんな感じで保温はねできるようにはなってるんですけれども、基本はその使い方をして、やっていこうかなっていうところでございます。でね、今日はねちょっとドンキホーテの方に買い物を行って、ドンキホーテでねマスカット売ってたんで、マスカットをね入れてあります。あ、もう食べてるね、うららちゃんが食べてるね。あ、春も食ってるね。美味しい？美味しそうだね。春はね、あそこが自分の特等席みたいで、毎回持っていきますね。食べやすいところに。で、この子はね、その場で食べる子ですね。うららちゃんは。ちょっと臆病なビビリちゃんなくせに、意外とね、近くで食べます。こうやって。春はね、臆病じゃないんですけど、全然私にすり寄ってくる子なんですけど、なんかね、ああいうおやつ、マスカット、マシュマロ系はね、奥で食べますね。あとドライフルーツとか。この間ね、スイカあげた時も、あっちまでわざわざ行って、パクパク食べる子でしたね。で、ここはね、ウィンちゃんとギョロメちゃんがいるんですけど、ウィンちゃんはまだ1個は食べれないかなと思ったので、ギョロメちゃん用にだけ入れてあります。あと、ウィンちゃんはまだね、お母さんのミルク飲んでる子なので、って感じですね。気がついてはいるんだけど、まだ来てないね。なんかもらったなぁとは思ってると思う。で、こっちは、ハロ君は飯に夢中。あ、後ろで食べてるね。はい、パッちゃんも後ろで食べてます。パッちゃん足も割と少しずつね、良くなってきてるような気がするけど、やっぱ末端までは動いてないんで、もしかするとね、下半身の不随の状態は続くかもしれないなってところですが、本人は至って元気なので、まあ元気なら元気に暮らしてもらおうっていう感じですね。珍しい、ハロ君が気づいてない。いつもなら一番最初に気づくような子なので。ギョロメちゃんは、出てきてもいないね。はい、で、マナちゃんにもあげましたが、マナちゃんはそもそも今ご飯の時間じゃないっぽい。うんちやば、これは明日掃除する予定です。はい、一日でねこれぐらいのうんちしちゃうんで、この子ね、ちょっとお掃除自体は明日かな。はい、明日朝掃除してかな。でご飯の減り具合見てっていうところでやろうかなと思います。うん、こっちもね軽く拭き掃除してやんないと、このプラ板も結構汚くなって、ちょっと汚いなって感じになってるんでですね。あとこの電気毛布ね使ってみてどんな感じになるかですね。電気毛布裏にこんな感じで簡易的にね布テープで貼ってあります。はい、まあでも落ちないようにはね設置できたんで、これで問題ないんじゃないかなと思いますね。あとこの状態でどれぐらい保温できるかですね。あ、奪い合って食べている。ハロも気づいたんだね。そうなるとギョロメちゃんに気づいてほしいけど、ギョロメちゃん多分開けると一回ジコジコ言うんですよね。あと近くに持って行っても一回ジコジコ言うんですよね。あいつビビリちゃんなんで。よいしょ。ヨロちゃん、はい。お、ジコジコ言わない。
食べる？ここで食べてもいいよ。食べるかな。なんか水がポタって垂れてるな。何にジコジコっつった？あ、ウィンも食べてるね。まあウィンはギョロちゃんからおこぼれもらいなさい。めっちゃカメラ目線、うん、ここの親子はなんか可愛いね。で、そうだそうだ、一個ね、あの重大なお知らせというか、あのちょっと確認できたっていうところでなんですけど、あの早速もうあのパッちゃんと、ハロ君のコービーコートが確認できました。はい、あのパッちゃんのね、あの遺伝子を残したいっていうことで、まあ、獣医師さんとかね、あの知り合いの飼育員さんに相談させていただいて、いや大丈夫だと思うよっていうのと、あの全然その下半身が不随な状態でもあの育児っていうのは問題なくできるからって話であのやってるんですけれども、あのもう交尾行動は確認されました。うん、なんか早いなと思ったのと、あのハロクに対して思ったのは、お前はチンかと思って言いました。はい、あえてあの伏せた言い方しますけど、チンかと思いまして、もうこらと思って。まあ、ただね、私がね、まあ、この子の遺伝子を残したいっていうところでね、あのやっていることなので嬉しいことではあるんですけども、早くねって思いましたね。お前は誰でもいいんかみたいな気持ちにね、ちょっとだけなるっていう。まあでもそういうもんだよな、動物ってな、そういうところもあるわなと思いながら、あの暮らしてるというか思っております。パッちゃん、パッちゃん元気？パッちゃんマッシュいる？ちゃんね、すごいんですよ。足だけで、前足だけでね、こんなことも全然余裕なのね。後ろ足がね、全く使えていないわけではないんですけども。鈍いは鈍いんですよね。ほら、ちょっとね、降りるときにね、怪しいなっていう降り方はするんですけど、まあ、ただ下はね、あの辺はちょっとわたわたいクッション入れたりっていう感じにしたりとかしてるんで、まあ問題なくね、あのそれ以上怪我が悪化してないんでいい感じかなと思っております。はい、そんな感じですね。ほんと、あの私が3日間ねいない時はこうやってお留守番させられると思うんで、はい、こんな感じでお留守番させて、あ、中にねウェブカメラ仕掛け、あの仕込みますよ、あのケージの中の方にね。まあ、なのでケージ全体はねちょっと映せない感じになるんですけど、自分で確認するときには。ただあのケージの中に1箇所ウェブカメラを1台ずつ入れていって家で確認できるようにしようと思っているので、うん、これで正月帰るのはいい感じでしょう。で、多分これ YouTube にもね上げるんですけれども、あの多分 YouTube に上げているときにはあの正月後にこれ上がってる気がします。はい、あの動画めちゃめちゃ溜まっててね、あの1月の15日ぐらいまで毎日投稿全然途切れない状態になってるんで、はい、そんな感じでございます。マナちゃんはご飯いらないのか、ご飯食べるんじゃ。今日はねなんかいろいろ買い出しして帰ってきて、ちょっとこの電気毛布の性能とやらを確かめてみようと思って、あの小さいサイズと大きいサイズと買って、小さいのも大きいのも一回自分が使ったんですよ。したら使ったら寝ちゃった。使ったらね、大爆睡した。
昼寝でね1時間ちょっとか2時間ぐらい寝ようかなと思ったら4時間寝た4時間も寝ちゃった。3時半ぐらい4時ぐらいかなにちょっとゴロッとして、目が覚めたらね8時ぐらい、今動画撮ってるのが9時ぐらいなんですけど、目が覚めたら9時ぐらい、わーってなりながら、すごいあったかいなーってなったので、とりあえず片方だけ小さい方のサイズ仕込んで、大きい方は私使おうかなと。で実際ね仕込んでみた結果、問題なくいけそうっていう感じですね。なのでこんな感じでやっていこうと思います。すごいいい感じじゃないですか、うちのケージの保温状態。これでいけば中の温度保ってくれるし、いい感じな気がしております。で横もね少しだけ隙間を開けることによって空気のね逃げ道もあるので、完全にね空気締め切りな状態にしちゃうとね、中こもりにこもっちゃうと思うので、毛布とはいえどね外に出ていくっていうその温度は少ない気がするので、はい。なので中をね基本保温できて、でちゃんと空気の循環もできるように空気の逃げ道は作ってって感じですね。はい、そんな感じでございます。それでは本日のリントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。